レミアか。1400m、まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。どうしても鼻を切りたい。アイアンパンダパンダ、やはり行きました。14番バルダイラティス、そして内からは8番、百裂チャンス、それからもう一頭13番、シュードン松岡。さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。シュードン松岡、直線の伸び足はどうか。先頭アイアムパンダパンダ、アイアムパンダパンダが大きくリード。内から懸命に折り切り橋、報道部ジョーカーが2番手、黒い帽子鈴鹿スパイダー。先頭アイアムパンダパンダ、アイアムパンダパンダが半馬身リード。外から懸命に百裂チャンス、鈴鹿スパイダーが2番手、黄色い帽子百裂チャンス、鈴鹿スパイダーも懸命に追う。内か外か、ほとんど同時。11番、2着8番、3着2番、以上のように確定しました。